果ではありますけど、まあ、プラス材料なのかなというふうには考えられるかなと思います。で、輸出数量は逆にあんまり伸びてないんですけども、輸出金額は伸びているということが分かりますので、これはあの、まあ、高価格帯がその輸出されたということが分かるというふうに考えられます。ただ一方で革靴に関して申し上げると、実はあの、まあ、横ばい異減というような状況でして、まあ、おそらくあのスポーツシューズだったりとか、スニーカーだったりとかっていうところの高価格製品があの輸出されたというふうに考えられる。ですので、まあ、革靴に関しても、ただそのプラス材料として伸びる可能性はあるということは、示唆されているのかなというふうに考えております。で次に、まあ、その輸出先なんですけれども、まあ、伸びていると言っていたものが右の円グラフの、まあ、57億円のところです。で、まあ、おそらくこれ中国が大半を占めているので、こちら、ここが伸びてきているというふうには、まあ、捉えられるかなと思います。で、革靴に関して、申し上げると、実はそのアメリカがですね、合意にいまして、逆にあのその他の着物の方では革靴あのアメリカあの規模があの少ないんですけれども、革靴ではあのアメリカの規模があの、まあ、シェアとしてをあのそれなりに占めているということです。こちらで、まああの基礎的なデータについてはあの、ご説明させていただいたんですけれども、何かこう、ちょっと数量的なところで分かりづらいこともあったかと思いますので、ここで一旦何かご質問とあればあのお答えできればと思うんですけれども、何かございますでしょうか。